っていきますね。ちょっと今回蒸しタオルは省略します。左足から仕上がったの塗っていきますね。今お怪我とかお病気ないですかね。はい、はい、すごい外人みたいですね。指かわいいですよ。指が。細いですよね、足の指。な、こんな細めっちゃ細いですよね。なんか6歳ぐらいの子の足指ぐらいしかないような細さが。自分の足も割と小さい方ですけど、こっちの足の方が断然ふてぶてしい。か弱い感じがします、こっちの足は。変な人に狙われたりしません、ももはさん。変な人、うん、なんかこう変なおっさん、なんかロリコンのおっさんとか。そうですよね。なんかこう非語欲をかきたてる見た目をしてるから、なんとなく。これでも、もはさん、結構よく受けていらっしゃるじゃないですか、今までにだいぶ。やってるとだんだん肌が滑らかになるんですよ。だから、ももも結構つるっとしている気がしますね。もともとそんなにあれじゃなかったですけど。痛いですね、ここね。細くするためです。
腰痛にもいいですからね、このももを後ろほぐしておくと。あ、腰がね、良くないんでね、かかと痛いですね。思わずかりますね。足がもう走ろうとしてすいませんね、もうちょっとね。やってきますね。